折は、日本の推理作家、北方健造の長編ハードボイルド小説。眠りなき夜に初登場し、北方作品の人気キャラクターとなっている、高木刑事の私生活が描かれている。香山二十三郎は、日本ミステリー最前線1で、北上二郎は、余計者文学の系譜で本作を紹介している。 1983年、第2回日本冒険小説協会大賞の国内部門大賞を受賞している。第89回、直木賞候補作。北方は、本作の映像化権を松田優作に預けたとしている。実現はしなかったが、ブラックレイン撮影中の松田から、帰国したら必ずやるからと電話があったという。小規模のスーパーを営む滝野和也。 裏社会に生きることをやめ、表の世界でまともに生きていくことを決意し、今こうして平凡な日々を送っている。しかし、それが崩れようとしていた。スーパーへの数件にわたる嫌がらせ行為。それは、妻が営む喫茶店までを呼んでいた。騒ぎを起こしたチンピラを暴力で問い詰める。そして、滝野のスーパーがある土地の買い取り構想に関わる。 その中で、滝野は、かつての、血が湧き立つのを感じていた。体が、今の檻の中にいるような生活を拒否し始めたのだ。樋口周吉と10人の作家たちのシネマクラブ。ありがとうございます。